はい、皆さんこんにちは、えなつがろうのえなつです。私ですね、出張に行くと毎回グルメ動画を撮ってくるんですけれども、今回はですね、静岡の方に1週間ほど出張で行ってまいりましたので、静岡の美味しかった店というのを皆様にご紹介したいと思います。で、毎回私のグルメ動画が長いというご指摘をいただきましたので、今回はですね、1日ごとに編集していきたいと思います。で、まずはですね、静岡伊勢丹の、店員さんからお勧めいただいた爽やかハンバーグさんに行ってきました。静岡に来たらまずはこれを食べなさいという感じで、店員さんがね、カットしてやってくださるんですけど、これね、肉がレアでとっても柔らかいんですよね。外はね、カリッとした感じなんですけど、中はふわふわという感じでした。で、こうやってね、オニオンソースをバーッとかけた時にですね、こう煙がバーッと立ってですね、でまたこのソースの香りっていうんですかね、これが鼻腔を刺激してもこうたまらなかったですね。はい、まずはですね、こうサラダからいただいたわけなんですけど、私ですね、絵画展の搬入飾り付けで、ものすごい汗をかいたんですね。なのでこのね、イタリアンドレッシングがかかったこのサラダがですね、もうとってもさっぱりして美味しくて、もう疲れが吹っ飛ぶような感じでしたね。もうなんていうか、爽やかの前哨戦といったらいいんですがね、これからまあね、お肉をいただくわけなんですけれども、本当にこのサラダがいい前菜になりました。で、いよいよハンバーグをいただくわけなんですけれども、このハンバーグ一口目をパクッと食べた瞬間にですね、これちょっと見てください、私の顔、おおって感じなんですよね。もう本当にね、こうなんていうか、こう中がレアでね、こう本当に舌に絡みつく肉汁がたまらないって感じで美味しかったです。で、そしてね、このお米をいただくんですけど、このお米もね、また粘り気がすごくあってですね、このまた肉にさらに絡みつくんですよね。このなんていうんですかね、この口の中で広がるハーモニーというか、もうこの味がたまんなくてですね、静岡の人たちはもうこんな美味しいものを毎回食べてるのかという感じでね、ファミリーレストランなのに本当すごいなと驚きました。で、最後はですね、こう店員さんにデザート何がおすすめですかって聞いたらですね、こちらのですね、いちごと、いちごのアイスクリーム、そしてヨーグルトが、一緒になった、このデザートいただきました。とっても美味しかったです。はい、1日目はですね、こんな感じで終わったんですけれども、また2日目の動画も、後で公開したいと思いますので、お楽しみに。それではさようなら。